福岡の老舗旅館大丸別荘のレジオネラ菌基準3700倍がねまだ話題になってますけども今日ねこの山田社長が会見に応じましたでまあそれを聞いてもびっくりと言いますかねこれは嘘だろうってことも言ってますのでその辺をねしっかりとこうね見てねこう削っていきたいんですけどもまた最後にですねあのー、この直近の宿泊予定状況を見てみたんですよ私は営業停止かと思ったんですけどちょっとねびっくり くっくりりしたことがありまししたたのでこれも最後にお見せいいと思まますさあ、ま、ずはね事件をもう一回洗ってみたいんですけどもここに書いてあるようなことが起こったということで今日はいこれ謝罪したということになるんですけども、ね、でそもそも何があったかというと1865年これは江戸時代になるでしょう昭和天皇も宿泊したこの由志ある二日市温泉の大丸別荘ですよねでここに去年の8月に県外から訪れてた人がレジオネラ症を発症したとで 保健所が調査に入ったら基準値の2倍出ました。で、それから3ヶ月後に抜き打ちで入ったら今度は3700倍出たというんですよ。ということはね、この8月の2倍というのは、これは県から調査が入るだろうということで、慌ててこれを掃除をしたんですよ。でしょ ところがそれでも2倍出てたんです。で、気を抜いたら3700倍ですから、もうめちゃくちゃということがこれ、分かってきます。で、社長は一応このようにあの、ね、はずべきことだったと言って反省しているわけなんですけども、県の条例によると、1週間に1回はこのお湯全部変えるんです。で、これはね、厚労省のサイト、あとで厚労省のサイトも、 出しますけどもここに載ってるんですよねできれば毎日変えるのが望ましいと書いてあるんですがさすがに無理だから最低1週間に1回以上はと厚労省の指針に書いてありますからこうなってるんですけどもなんと年に2回しか帰えていなかったと。 で、なんで2回しか買えなかったというと、まあ当然これは社長の指示ですよね。これ社長はあっさり認めてるんですよね。で、レジオネラ菌というのはこんな形で死亡者が多いから非常に怖いということは知っています。で、万葉集にも打われたね、歴史ある温泉ということなんですけども、でもね、こんな記事もありました。これ22年の2月なんですけども、はい、ここね、真ん中。 皇族をはじめ多くのセレブが訪れていると岸信介、吉永小百合、淀川長春ということで、ね、右下行きますとね小雪点々点なんて書いてありますからなんでここで小雪が入ってるかわからないんですけども廊下にはね宿泊時に残したこういう人たちのね、えー、サインなんかバーっとこうかかってるんですよここはね私も好きなもんですからもう,、あのー、もう本当に個人的に残念なんですけどもねさあそして今は「N スタ」の「 これ、記念抜使いましたが、今度 NHK のね、これ、テレビのキャプチャーがお借りしました、はい、社長なんですけども、私が指示して、はい、お客さんも少ないので、もう、しなくていいみたいなことは言ったっていうふうに言ってるんですがね、これね、なんと、平成、えー、あの、これねあ、2019年ですよね、2019年の秋から指示してますから、コロナ関係ないんですよ。はい。 で問題はこれね、レジオネラ菌は大した菌ではないという認識が一つと、これは私は絶対嘘だと思いますね。私のような一般人でも、レジオネラ菌が非常に怖いということは知っています。で旅館の社長が、老舗旅館の社長が、大したことではないという認識って、私、これは、ね、絶対ありえないと思うんですけども、もう相当悪いもう悪党だとしか言いようがないですね。 そして、これは素人が聞くと、なんかそれっぽい気しちゃうでしょ。あと、1日大体いい1分間70リットル、1分間70リットルですよ。で、100トンばかりのお湯を浴槽に入れているので、で、ろ過装置も良かったから、水質良かったのかな、なんて、私はそう思っちゃうんですけども、これもやっぱりね、 この温泉やってる人であればこれももう論外ということになります。はいでまあ、これは本当にこういうことでしょうね。でも何とこんな嘘をついた赤は不明なんですが、おそらくなんですけども、情報を集めますと従業員がチクったというのがどうも本当のところらしいですね。両親の呵責に耐えかねてということみたいでございます。さあそしてこれ、厚労省のサイトなんですが、レジオネラ症の知識と 浴場の衛生管理ということで、だーっといろんなことが書いてあります、はい、こうやって書いてありますで、1個だけ抽出したいんですけれども、ここなんですね。高濃度塩素消毒ということで、高濃度の有効塩素を含んだ、えーね、浴槽水を配管の中に巡回させることで殺菌すると、浴槽水を数時間巡回させます。 で調べますとね、なんかこの社長はお湯をいっぱい入れてるからレジオネラ菌も流れちゃったんじゃないのなんてこと言ってますけども、絶対そんなことはないそうです。配管の中にね、まあ、湯あかとかいっぱいついて、まあぬめぬめしてるじゃないですか、もうああいうところで、ね、大繁殖を起こすらしいんですよ、だか,だからお湯を通しただけでは、絶対にレジオネラ菌はなくならないそうです。 ですからここに書いてあるように高濃度の塩素消毒をしてぐるぐる回すことによってレジオネラ菌を、ね、排除すると。ですからねお湯自体を年に2回しか変えてなかったということなんですがそれはねそのまんまだとしても。 塩素をしっっっかかりり入れれてていいば今回のここととは起こらなかった可能性もあまますすよよね何やってるんだと思いますよで、えー、これね、今回の事件前から書いてあるんですけども、おね、メンテナンスだけは行いますから、皆さんよろしくねと。で、メンテナンスといってもお湯のメンテナンスじゃなくてね、これ設備のメンテナンスだったということになりますよね。はい。で、ちょっと写真見ていきましょう。あのね、ここの大浴場なんですけど、これが本当に素晴らしいんですよ。行ってみるとわかりますけども、 もう私も極めて残念なでですすが本当に素晴らしいです、えー、そしてこういう奥もこうなってますしこうやってちょっと小分けになったようなねでもう作り見てもらうと分かりますけども本当に古いねこれはあの明治とか江戸時代の,あの後半みたいなこういう作りになってるんですけどもねまあ素晴らしいとしか言いようがありませんこれは今でも気持ち変わらないんですけどもなんでこんなバカなことをしたかとそしてここは内風呂もあるんです 私はこの内風呂知らないんですけども、こう、ホームページ見ますとこんな形で内風呂もいっぱい載っているんですよね。さあ、そして食事はこんな感じなんですが、驚いたのはね、これなんですよ。まずね、宿泊値段、安いんですよ。これだけの親舗なんですけども、2人で泊まって1人1万1700円と。 これで進みます。もちろんこれ食事はね朝飯埋めしないですよ。素泊まりってやつなんですけども、今日日ね、くったらないビジネスホテル泊まってもね、結構こんな値段しちゃうんですけども、これのお風呂入れてここであれば、まあ飯はコンビニでいいだろうと。1万4、0千円もあればね、これ十分行って帰ってこれますから、私はこれは非常にお安いお得だと思ってます。で、気になったのはここなんですよ。これだけの事件があって、本日2月28日にテレビでダーッと全国でね、 この謝罪会見をやっていましたで、今日は2月28日火曜日なんですけども、週末の土日の予約ってどうなってるんだろうっていうことが気になり,りまして、この楽天のサイトを調べましたら、こんな感じでした。誠に申し訳ありませんが、ご指定の条件で空室ないと。で、驚いたんですよね。これだけの事件があっても、これ、キャンセルって出ないんだなと。で、キャンセルをした人もいるんでしょうけども、これはチャンスだと思って、 ここに予約入れてるんでですかねでね私、最初思ったんですが、満室だと思ったんですがね、ねひょっとしたらこれは自主的な営業、営業自粛ですよ。もしくは営業停止ということで、そもそも予約ができない状態じゃないんじゃないかと。これね、予約ができない状態、あるいは自粛なんかしてますと、楽天のサイトではこのような形で表示されるんですよ。ああそうかなとてっきり思ったんですが、念のために調べようってみようと思いまして。 前日の3月3日から4日つまり金曜日から土曜日にかけての予約状況を調べてみましたらなんと空いているんですよ。やっています。はいこれ3日4日4になってるでしょということはこの翌日の土日4日5日というのは本当にお客さんの予約が入っているということなんです。 私はちょっと嫌ですけどもね、うん。まあ、ただね、こういう飛行機でもそうなんですが、事故が起こった直後が一番安全だってよく言いますよ。でもね、でもね、私、これレジオレナルキンをね、こんだけ出したとこでね、これはちょっと嫌ですけどもね。まあ、皆さんどうですか皆さんだったら止まりますか止まりませんかえーね、えー、私は絶対止まりません。以上でございます。